はい、皆さんこんにちは。バスカーどもんです。ですね、去年の年末にですね、私のあの母校酒田商業のですね、まあ酒田商業こんな感じなんですけど、山形にあるんですけど、なんか OB 会というか同窓会というか、なんかあの卒業した人が集まるなんか東京の会みたいなのがあったんですね。でまあ結構な人数も来るということで、まあ私にですね、まあ、ちょっと何か余興をやってくれということで呼ばれたんですが、まあ、正直私その会毎年やってるみたいなんですけど、一回も出たことがなかったので、まあどうかなと思ったんですけども、まあ一応ね、じゃあやらせていただきますということで、まあ出演というかなんか講演みたいな感じでちょっと1時間ぐらいやらせてもらうことになったんですけども、でまあ一応どんな曲やろうかなとかですね、どんなこと喋ろうかなとか事前にね、こう考えたりもしてたんですけども、2、3日前にですね、その当日の当時の担任の先生から電話が来まして、いやー、ドムン君、その会に出るんだってね、なんつって、それじゃあオープニングでギターで校歌やってくれよみたいな、そしたらみんな盛り上がるよみたいなこと言われたんですよ。まあもう卒業して40年近く経ってるので、まあ校歌なんていうのはもう全然覚えてなかったわけなんですけども、まあ、そういうわけにもいかないし、まあじゃあちょっとやってみますみたいな感じで、一応ね、練習してみようかなと思って、こう、YouTube とかでね、調べたり検索したりして、なんかそういう歌ってる人いないかなと思って調べたんですけども、 YouTube にも載ってないし、まあ検索しても引っかからないんですね。でどうしたものかなと思って、困ってたんですけども、一応実行委員の人にね、これこれこういう事情でちょっと効果やりたいんですけども、なんか資料ありませんかと言ってみましたら、一応譜面みたいなやつを、なんかこうピアノ譜みたいなやつをメールで添付してくれたんですよ。まあでもそれ見てもね、私譜面読めないので、まあ何が何だかわからないんですけども、まあコードとかも書いてないし、なんかこう、多分いかにも効果みたいな、なんかこう、じゃーんじゃーんじゃじゃーんみたいな、
なんかそういうなんかラジオ体操第一みたいな雰囲気のアレンジなような感じだったんですけど、まあ一応メロディーが書いてあったんで、まあメロディーをなぞって見たらなんとなく思い出してきたので、まあそれにちょっとあの70年代ポップミュージック、ニューミュージックみたいな感じのコードをつけたら、まあちょっとおしゃれな感じでいいかなと思って、まあいろいろ苦心しながらちょっと練習してたんですよ。でまあ当日ですね、そのイベントの、まあ、結構な人数が来て、なんか偉い人とかも来てたんですけども、でまあその私が出て行ってその効果を弾いたわけですよ。そしたら、まあ、まあ受けたというよりはなんかみんなニヤニヤしてたみたいな、そんな感じでまあ喜んでくれたような気もしますけども、まあそんなには受けなかったですね。まあそれでもですね、まあ終わった後そのやれと言った当時の担任の先生にですね、効果やりましたけどどうでしたかってちょっとお聞きしたんですよ。そしたらですね、なんかちょっと用があって聞いてなかったよみたいな、なんだよそれと、まあ思ったんですけども、まあそういうわけにもいかず、という感じでしたね。でまあ YouTube にもないということで、本当であればね、この騒動がなければ明日から山形でイベントだったので、ついでに酒田に帰省してこの酒田商業の前で効果の動画を撮ろうと思ってたんですけども、まあそれもちょっとねできなくなったので、ここで演奏してとりあえず YouTube にあげようかなと思います。では山形県立酒田商業高校校歌行ってみましょう。